フランコ・エマヌエル・セルビは、アルゼンチン・ロサリオ出身のサッカー選手。セルタデビーを所属。ポジションはミッドフィールダー。2001年5月7日、6歳の時に、CA ・ロサリオセントラルと契約を交わす。AFA 管轄のユースでのリーグにおける試合での、デビューは2008年3月29日に、シューダー・デボルティーバでのキューブリーグの試合で、対戦相手は、CA コロンであったが、 この試合は敗戦している。AFA 管轄での試合は107試合プレーしたが、フル出場は60試合のみで、残りの47試合は、ベンチスタートからの交代で、またユースカテゴリーにおいて、107試合中15ゴールをマークした。2014年11月9日のエストリディアンテスで、ラプラタ戦の79分に、エルナンエンシーナの交代により、プレーをし、デビューを果たした。 またこのシーズンで、その後2試合をプレーし、その後のラシンクラブとの試合では、ドリブル突破から DF を抜き去り、シュートを放つなど、その後の可能性を感じさせるプレーをした。また2015年のシーズンでは、開幕戦のラシンクラブとの試合で、ゴールキーパーからのパスをバリエントスがカットし、セルビーがゴールを決め、初ゴールとなった。その後すべての試合で、 スタメンでプレーしており、リーグ中断前までに4ゴールをマークしている。2016年7月より、ポルトガルのプリメーラリーが所属の SL ベムフィカへ移籍することが合意に達した。2021年7月5日、RC セルタと2024年までの契約を結んだ。ありがとうございます。